お越しくださいました。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですねありがたいことにたくさんコメントいただいた中でリクエストにお答えしようと思います。今回は激辛にチャレンジします。はい、だいぶ久しぶりなんですが、何ヶ月ぶりだろう。今回チャレンジするのはこちら、ボン、きた、極激辛ファイナル。はあ、やっとついにファイナルが来ましたよね。もう皆さんね、 YouTube の皆さんは結構チャレンジされてだいぶ値を上げていますよね。割とね、辛いの得意な人の YouTube でも、あ、やばいみたいな。こちら極激辛の辛さ2倍と書かれているので、本当に2倍の辛さなのかということで、こちら、はい、元祖極激辛、実際に本当にこれが2倍なのか検証します。ではまずこの極激辛ソースをかけていきましょう。さあ、おー、きた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 。そうそう、見た目はね本当にそこまでね、どす黒いとか真っ赤っかってわけじゃないんですよ。あー、懐かしい。はー、あのね、唐辛子の辛さ、凝縮された辛さが香りとしてきてます。はい、ザ・ファイナル。よいしょ。うわ、こっち赤いんじゃない？なんかより赤さが際立ってる気がする。はい、はあ、こっちもね、こっちの方がちょっと東南アジアっぽいような香りがする。ちょっと異国情緒あふれるような香りがする。はい、混ぜました。ではまずはオーソドックスな極激辛からいただきます。うわー、久しぶり、久しぶりです、先輩。きー、いただきます。あー、怖い。うん、うん、うん、最初から、うわー、最初、うわー、あー、最初から来るー、最初から先生パンチ来てるー、いったーから、おーほー、あ、華やか、華やか、華やかな痛さ、華やかな痛さ、あの、本当に打ち上げ花火っぽい。あのね、パーンって来るのよ、口の中で。こんな辛かったっけ、いきなり辛い。やっぱり麺の美味しさとかはね、ちゃんとある。食べ進めると唇がだんだんね、痛くなってくるんですよね、これ。喉にクッとくる辛さなんですよね。辛い。待って、これの2倍ってことは相当痛いと思いますよ。なんかね、食べてる人も辛いよりもやっぱり痛いっていうのが先行してて、辛い。ソースのうまみ3、痛辛さ7って感じです。ルーツー、あー、やばい。もう唐辛子の粒々、黒い粒々と赤い粒々がねびっしりなんかとってもそばみたいですね。このそばの実のなんかこう皮っつうの、なんつうの、この小さい粒々がめちゃくちゃあるって感じ。あー、もういただきます。ゾワゾワ来る感じですね。こっちは華やかにパンだったんですけど、こっちね、ゾワゾワ来てる、今。うん、むせたら嫌だな。あー、来てる、うわー、来てる来てる来てる。なんか怖い、作るんだろう、このスーパー辛いのが。うん、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 あー、あー、辛い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 、うわー、うわ、やばい、チョークスリーパー、うわー、マジ辛い、こ、締め付けられてる、うわー、うわー、うわー、辛い、いった、いった、あ、めっちゃ痛い。
痛い。辛いっていうよりも痛い。やば、舌壊れそう。うん、鼻水も出るし、これは痛い。話すのが厳しくなるほど痛い。あ、痛い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 。これは痛くて食べられない。顎のこの裏腫れてる。本当にね、体が動かない。厳しいかも。感触は厳しいな。ビリビリするような痛さを超えてるんですよ。あの、締め付けて呼吸ができなくなるような痛さ。はあ、麺を束ねて食べるとやっぱりこう面積が広いから、そのたくさんね、口内に刺激物が当たってすごく辛く、すごく痛く感じると思うんです。だから一本ずつ煎法でいったら大丈夫なんじゃないかってちょっと今思って、とりあえず進めます。一本でも辛いわ、もう。無理。これじゃあね、もう本当に麺と向き合わなきゃいけない時間っていうことの方が辛いんで、逆に一本煎法じゃなくてもう3口ぐらいに分けて食べよっか。フォークで食べたら多分一口バグって食べられるじゃん。それでいけんじゃないかな。いきます。うん、多分もう一気に食べてた方がいい。もう辛かったです。今回はこれからの数時間後がマジで地獄だと思うんですけど、これはね本当に痛いので本当に気をつけて召し上がってください。はい、もうねザ・ファイナルということで、終わりということで、もう金輪際ご経験から終わってほしい。涙流れに訴えますということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。ちょっと今ね、だいぶ時間が経って、今アイスで唇をアイシングしています。本当に痛いんですよ。ファイナル食べて本当に痛かったらこういう応急処置やってもいいかもしれません。だいぶね、収まります。おすすめです。